いらっしゃいませ、まかまかチャンネルです。まかまかクラブアンバサダー森裕二くんです。よろしくお願いします。南社長の篠島にやってきました。はい、ということで篠島といえば釣り天国ですよ。篠島漁協さんが運営している釣り堀ですね、海の、ここでタイ、マダイです。あの赤いタイ、はい、タイ釣れるんですか。釣れると思います。あ、そっか、自分の実力がと、あとブリもね釣れるから、まあそれはかかったらすごくよく引っ張るんで、あ、はい、はい、くれぐれも引きずり込まれないように。これいつもの竿と違うね。そうですね、ね、あの王子様ロット白色の入門セットとは違います。愛着が湧いたやつと違うよ。なんとですね、レンタルロットと仕掛け、これ釣り天国さんはこの竿も仕掛けも全部セットでレンタルすることができます。これね、篠島こうフラッと観光で遊びに来てもちょっと釣りしたいなって思ったら、ここでこれ手ぶらで来ても借りてやれるっていう。そうですよね。ですごい親切なのは、もう釣れる深さにこれ棚っていうんだけど浮きの下合わせてあって、重りも針もちゃんともうセットしてくれてあるんで、もうあとはこの浮き、これが魚が食ったらピクピクシュッて沈むから、これが沈んだ瞬間に、あのいつものグイってやつ、ユージの得意な。あ、最近だいぶ分かってきたでしょ。多分分かってきてますよ。多分ね釣れなかったら怖いよ。これが沈んだら合わせグイって強く、ね、タイとか口が結構硬いんでしっかり引っ掛けてください。しっかりやればいいですね。じゃないとあのエビだけ持ってかれます。エビでタイを釣るんじゃなくてエビだけ持ってかれます。このエビはアカシャエビもここで買える。そう、ここで。で、あと今日はイカナゴ買いました。で、逆にここは餌の持ち込みが禁止なんで、ここで買ってください、餌は。あ、で、その日ごとに違います。うん、結構餌によってね、その日の、食いが良かったり悪かったり、これ結構釣り堀、海上釣り堀ポイント。その日の当たりの餌を見つけるっていうのは結構ポイント。そこからも楽しむ。そうそうそう。それがまあコツかな。うん。なんで、ユージはまずエビから、僕はイカナゴから、二人ともちょっと違う餌使ってみて、はい、釣れる方の餌にシフトしていければ。はい、いいかなと思います。これでもうちょっと出して、難しいな。これで竿を下に下げてます。ほう、そうで魚が食いついたらこの赤い玉がスーって沈むから、うん、はい、沈んだ瞬間におりゃって糸巻きながら、これ糸がたるんでるじゃん、はい、その分を巻きながら思いっきり、あ、そうで、あ、それでガンってやる。 OK、 はあ、これどうやってやればいいんですか。普通にいつも通りです。 右の、あら、ユージ左利きか。いや関係ないです、釣りに関しては。え、いつも投げる、あのこの間ミノフィッシングエリアでやったみたいに。なんか球が怖いです。球をルアーだと思って投げれば投げやすい。まあでも下から行きます。上から投げれる。え、なんか当たりそう。大丈夫大丈夫。いや怖いっす。やばい、エビがいなくなった。振っちゃった。エビをつけよう。え、エビは尻尾をちぎって。ちぎるんですか。エビフライ食べるときみたいな、ちぎって、で後ろからちょっとまっすぐこうやって針を隠す感じ。はい、はい、ありがとうございます。お、上手上手。糸出してもっと手で、うんうん、そうそうそう、あれ起こしてじゃないとどんどん手前帰ってきちゃう。あ、起こして、うん、いるの。いや前回が魚見えたからな。当たった、食ったよ。うん、来た来た来た、でかっ、来たよ、すげえ。これ網を、でかっ、めっちゃ興奮するって俺だったら。すごいでしょ、静かに撮ってんの。やった、よいしょ、ハマチ釣れました、ありがとうございます。餌はイカナゴです。この球難しい、しかも緩いとめっちゃ引っ張らんと無理じゃないですかこれ。あ、これ起こさない、ポンってやってこれでぐるぐるって巻きながらゴンってピョンピョンってなったら、うん、あ、そこまで、うん、ぐるぐるっと巻きながらピョン。きつい。あ、食った。お、よう引く、よう引く。
さすが、ちっちゃくても青もんですね。ほら、よう走る。おお、ほらほらほら。頭から。よし、ありがとう。すごい。ひなた。よいしょ。でかい。ちびちびちびち。はい、ユージ持って。ちょっと棚を浅くする。この辺で十分。よし、行こう。これいるんだもん。いた？見えた？いや、いるいるだけ。わかんない、やっぱりこんなにゆるゆるだとわかんないよ、本当に本当に。待って、浮きが沈むぐらい食ってる時って飲み込むぐらい食ってるから、じゃあの食ったかも。もうない、食ってる、食った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 、いけいけいけ、巻いた巻いた巻いた、待って待って、おしろしろ、来た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 、あ、マジ来た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 、おっきい、今日一今日一、おおそう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 、オッケー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 、おお、すげえすげえ、何この静かな、あ、でかいけど、おお、ちぎれそう、来た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 、釣りしてる俺釣りしてる、来た来た来た、よいしょやった、釣れたね、よいしょ、綺麗綺麗、イナダ、イエーイ、釣ったよ、ごめん、ありがとう、釣ったまた名前つけたくなっちゃうよね、違うね、ごめんね、すごい稲田、ブリの子供、これが大きくなるとブリです、ブリの子供ゲットやった、イエーイ、いや、これでタイ釣ったらユージマジ持ってるよ、あ、くそくそ、今のちょっとタイっぽかったわ、ユージタイおるぞ、下の方に、やっぱもうちょっとね、沈めた方がいい、その黒い点がついとるじゃん、はい、仕掛け、糸に、はい、そこまでは沈めた方がいい、そこを浮きの横ぐらいまで持ってると、あ、黒いとこに引っかかるんですか、そう、あ、で、そこまで行ってないと魚が食いついても浮きが沈まないんだ、ストッパーがついてないから、そういうことなんですね、そうそうそう、言ってよ、そしたらちょっと容量が分かってきますね、あ、あ、グッタ、嘘、来た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 、そんなバナナいつもなんかいつの間にかじゃん、巻いて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 、待ちバレる、いや、あ、ちぎれた、外れた、寄るんじゃないよマジかよ、そっちじゃないんだよ、寄ってほしいのは魚、カメラじゃない、ね、僕違う魚にしたい、魚じゃない、もうエビやめる、エビやめる、エビやめる、もうタイは任せました、わかりました、釣りたい、何でもいいから釣りたい、ちょっと待って、来た、え、あごめんなさい、取られた、くっそ、いや、今のタイっぽいな、カツカツって当たったね、でもこの数回ででかい魚釣っちゃうとちっちゃい魚の興奮がなくなりそうこれ釣った後のハゼめっちゃちっちゃく感じる、まあね、大物を釣る興奮もあればちっちゃい魚をやっぱ狙って釣る興奮もあるから、そこは釣りの面白いところ、ね、ありがとうございます、さあ頼むよ、ユージ、もうちょっと巻いていいよ、巻いて、ちょっと、うん、もうちょっと上げて、そう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 、食った、よし、食った、巻いて巻いて巻いて、よし、巻いて、うわー、きたー、フィッシュ、いやー、なんでこんな硬いの、巻いてる、おっきいおっきいおっきい、もう一回出した、オッケー、よーし、きたー、うん、嬉しい、いいね、カシザオでもちゃんと釣れるね、いけ、いけ見せて、さくら、うっ、イエーイ、あー、いやだ、口が、はい、篠島名物、マダイです、よいしょ、すごい釣ったみたいだけど今回ですね、このタイを狙ったんですけど、なかなか釣れませんでした、すいません、ということで一匹出してもらったんで、料理のために
締めていただいて持って帰りたいと思います。ハマチはね、1、2、3、4、ユージと2匹ずつ釣れました。ありがとうございます。手際がもう締まりました。いやー、このタイ釣りたかったな。まだ頑張ってます、森くん。あれですか、一般のお客さんもこうやって締めていただけるんですか。締めて、血抜きして。締めて、血抜きしていただいて、はい、せっかくのお魚、やっぱりね、美味しく食べていただきたいですもんね、はい、手際が、はい、ありがとうございます。じゃあこちらを名古屋に帰ってマカモカの料理したいと思います。ありがとうございます。篠島漁協さんの市場に来ました。見てください、ちょうど今魚が水揚げされて、ちょっとね、今日はあんまり船が出てない、風で出れなかった日なんで、ちょっと静かですけど、それでも魚いっぱいいます。見ていきましょう。これは網ですか、釣りですか。釣りですか。へえー、釣りなんですね、カワハギ。カワハギ口がこんなちっちゃいから、もう、はあ、餌取りの名人で、まあ、漁師さんたちは釣りが上手なんですね。立派なヒラメも、これすごいですよね。身が分厚い。あ、釣りですか。へえ。あとこの辺で餌を、このこういうところで。はい。はい。で船に乗って、ああすごい。あ、ってくるんだけど。なるほど。あ、今日今解説していただいてるのは篠島漁協の小久保さんです。ありがとうございます。いつもお世話になってます。ここからマカマカに生シラスをはじめ新鮮な魚介を送っていただいております。いつもありがとうございます。いやすごい。本当にカワハギをはじめ新鮮な魚介が、あっちタコも入ってますもんね。はい。よかったね、釣れて。釣れた。ナイスハマチでした。一匹タイを釣れなかったんで分けてもらいました。マカマカに戻って調理編、タイとハマチが美味しい料理に変身します。ジャンプでいつも通り行きますか。はい、ジャンプ。はい、帰ってきました。ただいま名古屋の栄マカマカ本店に今日は来てます。天の声さんと一緒にタイとハマチさばいて料理していきたいと思います。しゃぶしゃぶお刺身の一盛りとタイ半身を沖縄のマースに、これ篠島で買ってきたんですよ。青さのりにしようかなと、はい、マースに青森を使ってお魚ですね、煮ていきたいと思います。まずはいつも通り鱗からですかね。はい、はい、これは包丁は、まあ、さ寝かした方がいいんですか、はい、寝かした方がいいんだよ。立てた方がいい、うん、はい、立てるのプレッシャーって鱗を加減するかも。あ、意外と全然包丁でもいけますね。すごい剥がれやすい。そんな手間じゃない、これハマチの鱗を剥がすの。頭取って三枚おろし、はいですね。で、気圧も200で、はい、はい、頭落とします。よいしょ。で、ここ血合いは綺麗に洗った方がいいですよね。そうですね、その時点で洗わないと血まみれになるので。ああ、そうですね、身がきれいに汚れちゃう。洗ったりですね。はい、ササラ中華鍋なんかをシャーッとやる、揚げのあれがあるじゃない、はい、ようやる。へえ、それが一番取りやすいよね。頭を右に向けて尻尾左、はい、で腹側から、で反対側ですね、はい、この辺から入れたらいいですか。はい、剥がれてる、外れてる。これは最後腹骨がくっついてるんですね。そうです、そこだけパン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 と外す、はい、外す、外す、外す。反対側も、反対側も、はい、ただこっちからやってみる、反対側してから、うん、こっちからやって、はい、じゃそのまま流れで逆に、ああ、はい、できる。
これはそのまま大名下ろしで大体大体はやるけど、ね、別に普通通りの同じ感じでやってもやってもいいですよ。はい、何回もゴリゴリやらずに包丁を滑らせて一気に持ってた方が身も傷つかんし、鮮度的にも腕触っとる時間が少ないと思うので、こっち側からこうザッと一気に、はい、スナップをやった方がいいですね。下処理中は立てかけて、こう一点入れて、こう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 ってやれば、これ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 ゆっくり、これ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 、おお、あ、綺麗、立てるの軽く包丁入りやすいようにずっとなぞって、まずできたらあとは豆にこうすってやるしかない。これ、動いてあげよう。もう終わっちゃった。うん、終わっちゃった。そうそう。で、あと、こいつだけ、ここだけ取るか。これはもうついてないで。おお。釣った魚がまた。これユージが釣ったやつ選んだ4匹の中からちゃんと本当ですか、顔覚えとった、顔をちゃんと覚えとった。これユージ釣ったやつ。今日はしゃぶしゃぶと、はい、マース煮って沖縄の料理ですね。失礼します。副店長の指宿くんです。今日はいかがでしたか。いや、なんとか釣り堀なんでね、なんとかハマチが4匹、2匹ずつ釣れたね、ユージ。はい、2匹ずつ頑張ったね。だけどタイが釣りたいし釣れませんでした。このタイは買ってきました、すいません。ということで、じゃあまずはしゃぶしゃぶからいきましょうか。持ってる男、はい、ハマチからいきましょうか。じゃあちょっとね、さっとしゃぶしゃぶしてもらっていいですか。はい、どんな感じに。もうすっさっと色が変わるまで。あ、いいんじゃないですか。これぐらい、いただきますよ。どう、新鮮、新鮮、柔らかい、柔らかい、え、美味しい。新鮮、柔らかい、美味しいと三段活用。あ、結構プリッてしますね。あ、本当ですか。うん、いや、じゃあ僕、自分が釣れなかったタイをいただきます。あ、すごい、シャブシャブシャブ、スッと。あ、もう新鮮だから身がこうプリッと反ってるね。そう、いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい。やっぱ今日釣ってきてし、ね、あれ漁師さんがさその場で締めてくれたけど、弾力が全然違う。そう、びっくりしたんですよ、ね、臭みがそして全然ない。そしてこちら、僕がね、3年ぐらい前かな、はい、宮古島に沖縄の行った時にちょっと感動した料理がありまして、マース煮っていう料理なんですけど、マース煮、お水と泡盛と今日篠島で買っていた青さと塩だけ、これがね、新鮮な魚の旨味がすごくて、こう宮古島で食べた時感動していつか名古屋で作ろうと思って。どうですか。美味しいじゃないですか。本当ですか。この料理はね、名古屋にはないでしょう。作ったんですよね。え、今僕作りました。これはイケメンで料理もできて、いや、ちょっとね、勘。あと、正直なこと言ったらごめんなさい、インターネット見ました、ちょっと。大事です、大事です。大事ですね、今調べれるんで。美味しい。うん、これこれこれよ。この味。あ、なんかさ、すごいシンプルなんだけどね、ダイレクトに魚の旨味といい青さなんだよ、これ多分すごい味が濃い濃いね。さ、ちょっとシャキシャキ感もあるからさ、そのかこれ新鮮でいい青さなんだと、特選って書いてあった。マスにこれよかったら水と、水酸に対して青森1で青さを入れて、まあ、煮立てたところにお魚を、この白身魚を基本的に白身魚でやると思うんですけど、入れてここね、本当に弱火で5分くらい煮ただけで、最後に塩を入れて、でも青さに結構塩気があるから、もう整えるだけ、味も。ということで、そんな素敵なチャンネル、まかまかチャンネル、皆さんこれからもよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。